俺の区間は AWM。 はい、どうもスコアです。まあ先日ですね、とある YouTuber さんが炎上されました。まあですね、去年ぐらいにですね、登録者100万人いって、まあ別の大手 YouTuber さんに協力してもらって100万人いったですね、すごい子さんの YouTuber さんなんですけれども、そちらの方が今炎上されています。なんで炎上してるかっていうと、その YouTuber さんがですね、その会社でですね、会社を作ってその YouTube での動画活動されてたんですけど、そこにメインとして出ていた2人をですね、もう窓際族みたいな、もうハブってですね、そのパワハラみたいな感じで、そういうことをしてですね、会社を辞めさせようと、して、まあ、ブラック企業みたいなですね、扱いをしてからですね、脱退させたんですよね。それを、まあ、その2人はですね、公表して、まあ、別でですね、チャンネル作って動画にされたんですけど、その会社の作ってされているメインのその主役のですね、YouTuber の方は、なんか開き直って、もう動画を作ってですね、もうなんか、その2人の名前は出さないけれど、もうこのチャンネルは変えますみたいな。もう変わっていきますみたいな、そんな感じの宣言をされたんですよ。で、そういうなんかその、ね、2人のことに対しての説明もせず、謝罪もせずですね、ただ開き直って、もうなんかね、俺は変わるんだよみたいな感じで、宣言されたらしいんですけど、それがものすごい批判を浴びてるんですけど、ですよね。まずなぜそれが批判を浴びてるのかっていうのをですね、ちょっと冷静にちょっとですね、解説していこうと思います。まあそのですね、まあ例えばその方がされたことってのはですね、まあ開き直るだったりとか、説明義務を果たしてなかったり、謝罪をしていないという部分なんですけど、まあなんかそれだけ見るとですね、まあそれも確かに必要なんですけど、なんか心よく思えない原因にはならないと思うんですよ。心よく思えない原因じゃなくて、ただ悪い原因みたいな感じなんですけど、まあ、僕らがですね、感じているこのなんかモヤモヤっとするですね、心よく思えない原因、たった一つの言葉で表すことができます。それがですね、現状から逃げているただの子供みたいなことを YouTuber である、そして責任を持ってすべきである社会人、またその社会の中でもその会社のトップに立つ人間がしていて動画にしていること、この子供っぽい行為を動画にしていることが、僕らがですね、なんかすごいなんか心よく思えない、なんか気持ち悪いなっていう風に思ってしまう部分の原因なんですよね。なんち言いましょうかね、もうなんかバカ、本当にね、僕から言わせてもらえれば、僕もそのある程度そのですね、社会の中で働かせていただいて、まあ、少し出世もさせていただいてですね、まあ、いろいろちょっと、平社員ではちょっと味わうことの、まあ、その経験することのできない体験っていうのをさせていただいたんですけど、あれはない、やっぱり人の上に立つ人間としてですね、一番最初に、感じなきゃいけないもの、そして果たさなければいけないものっていうのは、責任を取ること、責任を持って行動することなんですよ。あれは責任なき行為、責任から逃げる行為ですね。まず謝罪をするべきなんですよ。すいませんでしたと、申し訳なかったとですね、その2人に対してとても悪い行為をしてしまったというふうに、ね、謝罪しなきゃいけないんですよ。説明しなきゃいけないのに、ああやって逃げる行為、まあそのブラック企業がどうのみたいな感じでコメント欄に書かれてたんですけれども、ブラック企業でもあれないですから、社長が逃げとるんですよね、社員から、現状からね、もうありえんすもん、気持ち悪くて気持ち悪くて、僕仕方なかったですもんね。まず謝罪ね、そして何があったか説明ね、で自分の器が小さかったから、ね、2人を育ててあげることができなかったとか、そういう言葉を多分、そちらのですね、視聴者さんを詰めてたのに、そのリスナーさんのそういう真摯な気持ちからも逃げる、これはもう最悪です。これ最悪、本当にね、何かあったらね、逃げる人間っていうのはもちろん人からは惹かれないですし、人から惹かれない人間は上に立つべきじゃないんですよね。これはマジで思いますね。要はですよ、そうやって今まで開き直っていれば良かった人生なんでしょうね。なんか俺が俺がみたいな感じで言ってますけど、全く面白くないですもん。その開き直りはですね、いらないです。まあでも本当いいお年下ですね、おじさんだったらですね、責任中のぐらいは今までのその社会の中で知っておいて勉強しておいてほしかったなっていうですね、
部分ですね。本当に気持ち悪い、本当に気持ち悪いなっていうふうに僕も思いますし、他のリスナーさんも感じていらっしゃると思います。もちろんその会社をですねしていてトップに立っていたら逃げなければならない部分、ごまかさらなければならない部分っていうのは当然出てくるんですけど、もうちょっとねなんかこういう時にやるべきことじゃないんですよね。同じその企業系のですね YouTuber さんもう一人いらっしゃいました。ちょっとパズドラでですねバズってから会社をですね立ち上げて、その会社を上場させた某 YouTuber さんもいらっしゃいますけど、そちらの方もやっぱオワコンオワコンっていう風に言われちゃった時もあったですよね。あれなんでかっていうと、やっぱりそちらの方もですねいろいろそのまあ、パズドラのゲームと深く関わってですね、そちらで、まあ、炎上だってそういうのがあった時にきちんとした説明、きちんとした謝罪、これをされなかったから、責任を取らなかったからこうやって人が離れてしまったんですよね。もう今回ですね起きた炎上された YouTuber さんも全く同じことされてます。責任を取らない、これがですねどれだけ、人としての評価を下げるかですね。これではちょっと勉強していただきたいなと。もうほんと30いくつね、40近くの人間が今更することじゃないと思うんですけれども、まあ勉強してもらわないとですねもう人離れますよ本当に。やっぱりその YouTuber ってですね、まあ、動画が面白いっていうのも大事ですけれども、もう一つ大事な部分っていうのがあるんですよ。それがですね人間として愛されるか、人間として好かれるかっていう部分がものすごい大事なんですよ。その人がね、やってるからその動画が楽しいんですよ。その人がやってるからなんか面白そうに見えるんですよ。でもしもですねそちらの方がね人として好かれなかったらですねどうなると思いますか。動画も面白くない、その人がやってることも面白くないみたいな感じになってリスナーさんが離れるんですよ。多分その人ですねもう一回登録者100万切りますよ。で二度と戻ってこれないですもん。もう絶対戻ってこれないです。だって人間として完全に嫌われましたもん。どんなに今後ですね何をやってもですね、あこいつもクソなんだみたいな、こいつもなんかどうせ腹の中ではな、どうせこいつ裏ではねそういう適当なことやってるんだという風に一生思われます。もう戻ってこないです。もう戻ってこないと思いますね。まあ、そこをですねきちんとしている以上ですね、まあ、底辺としてやっていても伸びるね、伸びることはできますんで、まあ、皆さんもですね、まあ、勉強してじゃないですけれどもきちんと責任を取ることだけはですね、まあ、今後学んでいってほしいなと思います。まあ、工学校でやってるやっぱね子たちって、まあ、年齢的にも低い子たちが多いですし、やっぱりその荒野界隈ではちょっと責任取れない子っていうのがいると思うんですけれども、まあ、ゲームの中でも、まあ、現実でもですねどちらでもですね責任を取るっていうこと、人として、ね、最低限度のマナーというか礼儀というかやるべきことっていうのは、まあ、どういう世界でも学ぶことができますんで、学ぶ機会があるときに皆さんちょっと鍛えておかないと、まあ、今回の、炎上された YouTuber さんみたいな気持ち悪い大人になっちゃうんで、あれ気持ち悪かったっしょ、でも今責任取れない人ああなっちゃうんで絶対、僕いるままで見てきましたけどなっちゃいますんで、まあ、皆さん気をつけて見てください。明日は我が身と思って、考えた方がいいかもしれませんね。まあ、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もやっています。フォローしてくれと言われたらフォローしますのでよろしくです。最近 TikTok も始めましたんでよろしくお願いします。それでは